ザオウ連邦。ザオウ連邦は、東北地方の中央を南北に連なる大雨山脈の中にあって、宮城県と山形県の両県南部の県境に位置する連邦である。玄武岩、安山岩の清掃火山群の活火山であり、気象庁の常時観測対象の47火山に含まれている。加工湖である岡間や噴気口が見られる。裾野には温泉やスキー場があり、 両県におけるる主要観光地の一つであ座王連邦は山々の集まりの総称であり、座王山という単独号があるわけではない。座王連邦の中で宮城県側の部分が宮城座王、山形県側の部分が山形座王とも呼ばれる。また、座王連邦を北座王、南座王の二つに分ける区分や、お釜などがある部分を中央座王として、 その東西南北を東、座王、チベット王、南座王、北座王の五つに区分する見方もある。座王山の名称は座王権限がこの山に祀られたことに由来する。座王連邦は古くは、カッタレー、不暴山、忘れずの山と呼ばれた。カッタレーの文献上の書出は、平安時代の歴史書、俗日本語記の上は十一年八月十七日の上である。 久保山は歌に見られる。平安時代の和歌集、古今和歌六条に、道の国、阿武熊川のあなたにや人忘れずの山は坂式という、歌がある。また、枕の創始の第十三弾、山は、の部分に忘れずの山が現れる。ただし、歴史的な文献に現れる座王関係の山が、現在のどの山に相当するのか、確定はしがたい。明治の初め頃の文献においても、 ザオ学、不ク、フ勝ウさん、と表記の揺れが見られた。現在、不ボ山と呼ばれる山は、かつては、南森、御前岳と呼ばれていた。1931年、昭和6年、ザオ連邦がまたがる宮城県の柴田郡川崎村、勝田タ郡宮村、山形県の南村山郡、堀田村及び中川村の、計四村が、国土地理院に、ザオ山の読み方を、 座王山で申請して、これが、表記登録された。2015年、平成27年4月より、加工周辺警報を報道するテレビやラジオにおいて、座王山と連日証拠されたことで、座王山さんの読み方に親しんでいる人々から、関係書記官に対して問い合わせが、相次いだ。山形県内八小中学校の校歌の歌詞はいずれも、座王山さんという読みで、 地元住民には、ザオさんの方が、馴染みが深いという意見もある。また、角川書店や平凡社の地名辞典でも、ザオさんと読みをつけている。2017年、平成29年6月30日の山形市議会6月定例会の本会議において、ザオさんに、表記変更を求める意見書が賛成多数で可決された。ただし、 ザオ山ザンと呼んでいる地域も一方にはあるとのことであり、同日時点で関係自治体のすべてが表記変更に同意していない。ザオ連邦は宮城県白石市、七河宿町、ザオ町、川崎町、山形県山形市、上山市の後半にまたがっている。ザオ連邦の手法として、山形県側の熊野岳、標高1840メートル以下。 県境の狩れた岳1758メートル、宮城県側の屏風岳、1825メートルがある。これらの他に、蔵王連峰を構成する主な山として、五色岳市、1672メートル、杉が、峰、1745メートル、不暴山、1705メートル、明合法、1491メートル、地蔵山、 1736メートル、二歩工人山、1703メートル、滝山、1362メートル、岩戸山、1484メートル、鳥かぶと山、1387メートル、横倉山、1152メートル、青楚山、799メートル、五栄星岳、1681メートル、全栄星岳、1432メートル、 馬の神だけ1551メートルがある。熊野岳から勝っただけの間の尾根は馬の瀬と呼ばれる。これらの多くの山々は北東から南西方向へ、または北西から南東方向へ連なっている。両者はさながらアルファベットの文字 X を描くように馬の瀬付近で交差している。このうち北東から南西方向に連なる山々が 宮城県と山形県の県境であり、日本列島における中央分水海である。北西から南東に連なる山々は両県にそれぞれ飛び出している部分である。蔵王連峰から流れ出る河川として三津川がある。三津川は蔵王連峰の宮城県側の中原にある高原、西の河原、西の河原を通る。火山活動によってできた蔵王連峰の地形は多様である。 蔵王連峰の東側には、河口湖を源とする吹きの滝や、新種滝、地蔵の滝、不動滝、日本の滝百選の一つである三階の滝がある。また、火山活動の恩恵である温泉がいくつかある。山形県側に蔵王温泉があり、宮城県側には、加賀温泉、青根温泉、東田温泉がある。古くは高湯と呼ばれた山形の蔵王温泉は、 共産性の選出が特徴である。平家湯原説によると、統制した日本穂高に従った、木々賀湯によってこの温泉が発見され、賀湯温泉から転じて、こう湯と呼ばれるようになったという。この他に、宮城県側の渓谷の中に、鴨鹿温泉というの湯がある。ザオ連邦で見られる植物としては、コマクサ、ミネズオウ、ハイマツ、 姫小松が挙げられる。大白びそは、加齢客水滴の吹き付けによって、樹氷となる。また、カモシカ、イタチ、ツキノワグマなどの動物が生息する。ザオはかつて主原道の場であり、そのために、ザオ本源が祀られた。これに起源を持つカッタレイ神社がカッタだけの山頂に、鎮座し、またこれに体をなすカッタレイ神社が、ザオの山にある。 山頂の神社が奥の宮、山麓の神社が里宮と呼ばれていて、この二つの神社の間で季節に伴う千座が行われている。さらにこれとは別に、かった礼神社もある。また、熊野岳の山頂には、蔵王山の神社がある。蔵王の山々の中にある施設としては、隅川スノーパーク、エボシリゾート、セントメリースキー場、宮城蔵王白石スキー場、 山形座王温泉スキー場、座王某平ライザワールドスキー場、座王サルクラスキー場、座王某平アスリートビレッジがある。また、座王連邦とその周辺は、座王国定公園に指定されている。その範囲はおおよそ南側の富坊山から、北側の面白山までに及び、長老湖や山寺として、有名な立石寺がこれに含まれている。面積は、 約400平方キロメートルである。座王連邦の山々は火山群である。岡間がある座王の中央部と滝山のある北西部、廟部岳のある南部の三つの火山帯に区分され、それぞれが爆裂火口を持っている。このうち北西の滝山と南の廟部岳の火山活動は有史以前のものである。有史以降は岡間がある座王の中央部が 火山活動の中心となっている。ザオ連邦は24時間常時、観測対象火山である。2010年、平成22年以降、気象庁により某平ら二次神経、空神経、傾斜系、GNSS 観測機器を、上山金谷と尖った温泉に、望遠カメラが設置されている。また、東北大学により、1992年以降、 地震観測などが行われている。また、宮城県と山形県により、噴火と岡間からの火山でュ流、後廃後の土石流などの発生を想定し、防災ハザードマップが作成されている。約100万年から70万年前には、海底火山であったと考えられ、玄武岩質マグマの活動が水中で起こった。その後の30万年間ほどは、旧式だった。 約40万年から10万年前には、安山岩室の溶岩流を伴う活動に変化し、現在の山陽の骨格となる山体の上部をスすマ、野だけ、ッっただけなどを形成した。約7万年前には3十億メートルの大規模な山体崩壊を起こし菅和デイ流を生じた。約3万年前に山頂部に直径2キロメートル程度のカルデラを形成し、 同時に爆発的な活動を伴った様式に、変わり現在まで続いている。五式だけは、約三万年前以降の活動で生じたカルデラの中に生じたあとカルデラ最丘で、加工庫の丘間は、約二千年前から活動を続けている。被害を伴う噴火は、丘間の内外で発生し、火山泥流を発生することが多い。 約3万年前に始まり現在まで継続する活動期は約2万年前まで約8000年から3000年前約2000年前以降に三分される約8000年から3000年前には旧式を挟みながら1 0 7ト、mm、ル程度の噴出量のグマ噴火が断続した約2000年前以降の噴火は規模は106から1 0 7ト、mm、ル程度と以前の活動期よりも規模が やや小さいが、頻度は、以前より多い。座王の火山活動について、文献に残る、最も古い記録は、東ず明に記されている1230年の、噴火である。14世紀から17世紀にかけての記録はないが、活動が全くなかったとは考えにくいとする賢者も、いる。以下に、主な活動を示す。以降は、顕著な火災物効果を伴う活動はなくなり噴起。 明道群発地震、火山整備道、低周波地震が断続的に続いている。座王連邦はかつて修験道の地だった。天武天皇の時代に、修験道の海祖、縁のオ津ぬ、縁の行者のお地にあたる行願が、大和国吉野の金峰山から、現在の座王の山頂に、座王権限を分子して、修験の地として伝わる。あるいは、勝田霊神社の社殿によれば、 白鵬八年、六百七十九年、縁のオズヌが、大和国の吉野山から、蔵王権限を、不法山に奉還し、周辺の大愚山脈を主元道の修行の場としたとも、言われる。近代においては、山形県出身の歌人である、斉藤茂吉が、蔵王さんを愛した。斉藤は、道の国生まれしわれは親しみぬ、蔵王の山町会の山と歌を詠んでいる。 太平洋戦争中の1945年、昭和20年3月10日、アメリカ軍の爆撃機 B29-3 機、続けて、不防山に墜落し、搭乗員全員が死亡する事故が起きた。この事故から16年後に、山頂付近に追悼碑が建立された。戦後、宮城県側の座王高原に、引上げ者が入植し、山を切り開いて、落農地帯に変えた。 1950年、昭和25年に、可憐な小幕佐賀作山として、ザオ山さんは新日本観光地百選の山岳部門第一位に選ばれた。1962年、昭和37年には、ザオ連邦を横断する道路、ザオエコーラインが、日本の公団によって建設された。これは当初は舗装されていない、有料道路であり、建設費は4億900万円だった。 また、1965年、昭和40年にザオーエコーラインから分岐して、勝っただけへ向かう、ザオーハラインが、仙南交通、現在の宮城交通によって建設された。この建設費は1億1000万円だった。ザオーエコーラインは1967年、昭和42年にアスファルト舗装の道路となり、昭和末期に無料化される。この間、1963年、 昭和38年に、ザオウ連邦一帯が、ザオウ国定公園に指定されている。近年、ザオウの落農については、牛乳の消費量低下と価格の底割れで一時、産品中心の経営が不安定化しているため、ザオウブランドの乳製品や肉製品などの二次産品開発が進められている。さらに、それらの二次産品を用いたレストランも増えている。また、牧場を、 観光牧場化して、野外コンサートを誘致したり、キャンプサイト化したりもしている。その他、甲州温泉の改築、蕎麦の特産化など、日帰り客向けの観光開発が進められている。2007年、平成19年には、ザオ火山が日本の地質百選に選定された。南東北、仙台経済圏の山岳観光地としては、 近接する福島県の裏番台と観光コンテンツがやや似通っており、場合によっては競合関係にある。裏番台が東京資本などの域外からの投資が多いため、首都圏からの集客にも力を入れているのに対し、座王は地元資本が中心であるため、首都圏での営業力がやや弱い。南東北主要都市圏のうち仙台都市圏は夏季にあまり暑くならないため一緒の 需要は少ないが、他の山形都市圏、福島都市圏、郡山都市圏などは、フェーン現象で高温となるため、秘書需要がある。秘書地としては、バブル景気機に高級化したホテルやペンション、または別荘地が多く、また、湖や温泉がある裏番内の人気が強く、宿泊もするものも多いため客単価が高い。一方、座王は、仙台から近いため、 日帰り客を中心としており、夏季の客単価像が課題となっている。夏季はトレッキングが盛んで、山頂の加工湖であるオカマ、五色沼や、地蔵岳をめぐるコースや、独子沼、いろは沼などをめぐる、高山植物を見ることができる散策コースなど、散策路が充実している。周期は、蔵王温泉、蔵王エコーライン沿い、三階の滝、長老湖などで紅葉が楽しめる。 しかし、紅葉ポイントが分散し公共交通アクセスに難がある上、宮城県側では、鳴子峡が最も有名な紅葉スポットであるため、ザオでは、新そばなどの秋の味覚との組み合わせで集客を図っている。ザオ連邦は、スキーゲレンデが密集する巨大なスノーリゾートとなっている。また、世界的にも珍しい樹氷ができる。スキーや樹氷見物は、 山形県側の雑王温泉スキー場が著名で、雑王樹氷祭りなどのスキーゲレンデを利用したイベントが行われる。宮城県側においては、冬季に雪上車による観光ツアーを行っており、こちらでも樹氷を見学できる。巨大なスキー場群と温泉がセットになっている山形、雑王が人気であるが、仙台との交通の便が良くなったため、宿泊客より日帰り客の比重が高くなり、 客単価が下がっている。日帰りでは、仙台からは宮城座王の方が近いため、ナイタースキーでは宮城座王の方が競争力がある。また、宮城県側では山形に比べて一つ一つのスキー場が小さいため、スノーボードに特化した経営やファミリー層向けのソリーオーゲレンデを設定するなど焦点を絞った小回りの利く経営がなされている一方、山形座王は、 その巨大さが返って焦点を絞りにくくし、商品力の弱さを露呈する形になっている。しかし標高が高く、約800メートルから1400メートルにゲレンデがあるため、弾頭の年でも全てのゲレンデが滑走不可になることは、まずない。2006年から2007年にかけてのシーズンにおいても、全国的な弾頭で、新潟、長野周辺のスキー場が苦戦する中、 ザオは豊富な積雪に恵まれたためにツアー客が流れバブル経済崩壊以降減り続けていたスキーシーズンの入り込み数が久々に前年を上回った。樹表現コースや横倉の壁をはじめとした多様なコースと温泉、郷土料理などは海外、特にスキー熱が高まりつつある韓国では受け入れられ毎年韓国人スキーヤーが増加している。そのため ソウル、インチョン国際空港便が毎日往復している、仙台空港と山形座王との間に直行数バスを運行し、韓国での営業に力を入れている。今後は、従来からの地元、仙台、首都圏に加え、仙台空港の定期路線がある韓国及び台湾、そして北海道で集客が見られるオーストラリアや、太陽国もターゲットに入れた営業が進められる。 宮城県と山形県にまたがる道路、ザオエコーラインが、ザオ連邦を横断している。ザオエコーラインは、全長、約2 6 k m の道路で、その最高標高地点は 1600m である。さらにザオエコーラインの途中から分岐して勝っただけに、至る、有料道路、ザオハイラインがある。ただし、これらの道路は冬季に閉鎖される。 山形県側には、蔵王山麓の温泉地から山頂までを結ぶ、ロープウェイがある。蔵王ロープウェイの山麓線が、蔵王山麓駅と樹氷高原駅を結び、山頂線が樹氷高原駅と蔵王地蔵山頂駅を結んでいる。この他に、蔵王中央ロープウェイが、温泉駅と鳥かぶと駅の間で営業し、蔵王スカイケーブルが上野台駅と、 中央高原駅の間で運行している。また、ザオ,オ温泉にはバスターミナルがあり、山形市内中心部を結ぶ路線バスがここに発着するほか、下記に買っただけ山頂とを結ぶ路線バスが、冬季に仙台駅とを結ぶ臨時高速バスが発着する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。